呪われた家系。会社の同僚の話。十年前に入社して、最初に話して仲良くなったあいつを安藤とする。安藤は、俺と同じようにオカルト好きで、二ちゃんのおかいたもよく見ていて、面白いスレがあったら、お互いに教えたりもしてた。そんな安藤が、 自らの家計についての話をしたのは確か入社3年目の集合研修の時だった金曜ということもあり研修に参加したメンバー全員で飲みに行き終電後の3次会だか4次会にも10人くらいが参加してた俺や安藤以外にもオカルト好きな奴がいたせいもあってかいつの間にか怖い話に花が咲いてたんだがその時安藤が 怖い話なのかどうなのか微妙に判別がつかないような自身の話をしたんだ。いわく、うちの家計は多分呪われてる。と、多分って何だと突っ込んだ記憶があるんで、だいぶ酔いも覚めた朝方のことだったと思う。詳しい話を聞くと、 うちの家系では後継ぎである子供が生まれてからすぐに必ずうちの家系の方の親が死な。俺の親父も俺が生まれた数日後に死んでる。などと言い出した。皆にこれまた偶然だろうと突っ込まれていた。だが彼が言うには、祖父も曾祖,祖父も高祖父も、 皆子供が生まれて1週間も経たずに死んでる。と何でも半年ほど前に亡くなった祖母の遺産相続関係で戸籍関係の書類を探っていて気づいたそうなこれが作り話ならこんな中途半端に怖いかどうか悩むような話はしないだろうししても例えば先祖が誰かを惨殺して呪いがとか。 田舎におぞましい古物がとか言い出すだろうからとまあ真実ではあるんだろうが偶然なんだろうなということでその時は片付けていただが当然のことながら当事者たる安藤からすればうやむやにしていて済む話ではなかったんだろうそれから2年後そんな話もすっかり忘れた頃に安藤の彼女田中さんから相談を受けた 田中さんは同じ会社の一年後輩で、主に俺と同じプロジェクトで仕事をしていたので、会社では安藤より俺と話すことの方が多いくらいだった。田中さんの話によると、安藤の子を身ごもったと。しかし安藤はその話を聞くと、断固としておろせと主張してはわからず、喧嘩している最中だと。 その話を聞いて安藤の家計についての話を思い出したがさすがに田中さんにそんな話を直接しても仕方なかろうと思いその次の日に安藤を飲みに誘って話をすることにした安藤は浮かないというか青ざめたような顔をしていた飲みの誘いにも乗り気ではなかったが田中さんから相談を受けたと告げると納得したようにうなずいた チェーン店を避け、割と静かな居酒屋のカウンターに並んで座って問い詰めると、安藤は、そういえばお前には話したもんな、と言って、いろいろ考えたが俺もまだ死にたくない。あいつには悪いとは思っているが、どうしてもおろしてもらう。付き合っていたらまた同じことになるのは目に見えてるから、この話が済んだら別れる、と言ってきた。 いくらオカルト好きとはいえ安藤の話を完全に信じていたわけではなかった俺はきっとノイロゼ気味なんだろうと思いその場では変に刺激しない方がいいと思って話はそこそこで切り上げて仕事の話や趣味の話で気を紛らわせようとした田中さんにはどう報告するかななどと考えつつも終電前に居酒屋を出て別れその日は家に帰った。 翌週田中さんから話を聞かれたが「なんやらノイロゼっぽいマリッチブルーみたいなもんじゃないの?」くらいの曖昧な返答に終始した田中さんに安藤が話したそのままの話をする気にはなれなかったんだただ精神的に参ってるみたいだから場合によっては家族に相談したりするくらいは考えた方が みたいなアドバイスとかはしていたその後しばらくして田中さんは移動で別プロジェクトかつ別拠点になりなかなか話をする機会がなくなった安藤もさらに別の顧客先に詰めていたこともありこの話をすることはしばらくなかったそれから1か月後久々に田中さんの姿を本社で見た 休憩室の椅子に座ってうなだれていた田中さんは俺が挨拶をすると顔を上げ「あの人が自殺未遂をしてしまって意識不明の重体になっているんです」と告げた安藤の精神は日に日に参っていったそうで脅すような口調で「おろせ」と迫っては我に返ったように謝罪するといったことが増えそれがピークに達した日 眠っている田中さんの首を絞めたそうだ目を覚ました田中さんが安藤の手を振り払おうとすると安藤はすんなりと手を離したがすぐに部屋から出て玄関から飛び出し走り去ってしまったさすがに警察に話すか病院に連れて行くべきかなどと考えながらも放ってはおけないと思い探しに出たがすでに深夜であり 見つけるのも困難だと判断した田中さんは翌朝を待ってまずは安藤の自宅に向かった合鍵で玄関の扉を開けワンルームの部屋を覗くと部屋の中央に安藤が倒れていたすぐ横に薬瓶が転がり微動だにしない安藤を見て焦り揺り起こそうとするが返事がない 慌てて救急車を呼んで搬送されるも意識は戻らず渋滞の状態が続いているとのことだったそこまで思い詰めていたのかと話を聞いていた俺も自責の念に駆られたがあの時点であれ以上俺にできたことがあったとは思えず安藤の回帰を祈るしかなかったが俺や田中さんの祈りもむしく安藤は植物状態のまま 目覚めることはなかったそんな事件があったものの田中さんのお腹の子はすくすくと育ち無事に出産を迎えられそうだとの話を聞いて俺は複雑な気分になったまさか子供が生まれたら安藤が死ぬだが田中さんに妙なことを吹き込んで万が一流産でもしてしまったらそれこそどうしようもない 結局このことについて田中さんには話せないまま時は過ぎ、3月の末に無事出産したとの報告を田中さんから直接受けることとなった。複雑な気分で、おめでとうと返答のメールを打っている中、上司から電話が入った。おい、お前の同期の安藤、ついさっき病院で息引き取ったって。 あれからもう4年が経つ、田中さんは出産してすぐに仕事を辞め育児に専念している子供の親が安藤であることについては以前から安藤の母親とも話をしていたため育児環境には問題はないそうだ安藤の家計についての話は田中さんにはできていない